エレオノール・ドルブリューズは、リューネブルク公、デオルク・ビルヘルムの日。イギリス王権ハノーファー選定公、ジョージ1世妃・ゾフィード・ロテアの母。フランスのオルブリューズ城でオルブリューズの少量種、アレクサンドル2世の娘として生まれた。一族は、ユグノーの下級貴族の家柄だった。1648年、ヘッセンカッセル・紅白・ビルヘルム5世の娘のエミリエが、パリで、トレモイユ公。 アンリの息子、アンリ・シャルルと結婚すると、エミリエの女官として仕えた。1664年冬、エレオノールはオランダで、ゲオルク・ビルヘルムと出会い1665年に、帰遷結婚、翌1666年に、一人娘、ゾフィード・ロテアを儲けた。1674年にエレオノールは神聖ローマ、皇帝レオポルト一世から、ビルヘルムスブルク伯爵位を、女爵。 1676年に正式にゲオルク・ビルヘルムと結婚、ゾフィードロテアも認知された。背景には愛称となることを嫌がり、ゲオルク・ビルヘルムに結婚を迫ったエレオノールの意向があったという。またチェレでゲオルク・ビルヘルムが進めたフランスとイタリア音楽の導入、発展に関わりがあり、夫妻でイタリア滞在を重ねてベネツィアオペラと関係を持ち、 フランス音楽愛好家だったエレオノールの予防でゲオルク・ビルヘルムは1675年にセレ城内部でオペラ劇場を作った。1682年、ゲオルク・ビルヘルムの弟カレンベルク公エルンスト・アウグストとヒ・ゾフィーの息子ゲオルク・ルート・ビヒにゾフィード・ロテアウト継がせた。しかし夫婦仲は悪く、1694年にゲオルク・ルート・ビヒは ゾフィードロテアトリコン、アールデン城に遊兵した。エレオノールは、ゾフィードロテアとの面会を許され娘の解放を願ったが、実現されなかった。1722年、83歳の高齢で、ツェレ城で亡くなり、遺体は、ツェレのセマリア教会に埋葬された。4年後の1726年に、ゾフィードロテアも遊兵されたまま死去した。彼女が産んだ孫、 ゲオルク・アウグストを通して、ハノーバーサは、ゲオルク・ビルヘルムとエレオノールの決闘もついで、存続した。森、P183、P184、ペッツォルト、P178、トモキヨ、P36、キクチ、P123、P124、カトウ、P83、森、P194、トモキヨ、P40、P41、森、 P194P195 菊池 P130 ありがとうございます。